国際治安支援部隊は国際平和活動の一つ。アフガニスタンの治安維持を通じアフガニスタン政府を支援する目的で2001年12月5日のボンゴーイに基づく2001年12月20日の国連安保理決議1386号により設立された。当初は有志国の集まりからなる多国籍軍により構成されていたが後に来た。 大西洋条約機構へ移管された。略称はイサフ。標語は、である。イサフの作戦本部は、アフガニスタンのカーブルにあり、司令本部は、オランダのナトーブルンスム東連合軍司令部に置かれる。いずれも、欧州連合軍最高司令官の指揮下にある。2014年末に任務を終了し、アフガニスタン政府へ、治安権限以上を行った。確固たる、支援任務に引き継がれた。 国際治安支援部隊は、NATO による活動を国連が承認したもの。設立は、2001年12月20日の安保理決議1386号により、国連憲章第7章の発動の下で行われる、軍事的強制措置、すなわち集団安全保障の実行措置として、憲章第43条の規定に基づいている。軍事的強制措置は、 安全保障理事会と加盟国の間の特別協定に従って提供される兵力、援助、便益によって行われる。イサフはこの措置に従い2001年12月31日にアフガン暫定政府と軍事技術協定を結んでおり、この協定はアフガン政党政府の発足後2003年12月9日に再び調印されている。ただし、 この協定は、イサフとホスト国の間で交わされたものであり、国連とイサフの間で交わされたものではない。検証第43条の規定は、部分的にのみ履行されており、アンポリ、加盟国間の協定は成立していない。2007年9月19日のアンポリ決議1776及び延長前の1707において、イサフ司令部に対し、 事務総長を通し安全保障理事会に対しその活動委任内容の履行状況について、市販機ごとあるいは定期的な報告を行うことを要請するという趣旨の決定事項が決議本文に記載されているものの、国連憲章第1章に基づく平和維持軍ではない。イサフは湾岸戦争における678と同様、国連憲章第7章に基づき、 国連アンポリに派遣を承認された有志国連合軍である。イサフの設立を承認したアンポリ決議1386は、ボンゴーイの二帯文書愛、アネックス愛、インターナショナルセキュリティフォースの規定に基づきその履行措置として採択された。二帯文書愛の当該箇所の用紙は次の通り。この会議の参加者一同は、アフガニスタンにおける治安と秩序の維持はあくまで、 アフガン国民自身の責務であることを認める。このため、会議の参加者一同は、国連要員、国際機関及び NGO 要員が安全な環境の中で活動できるようにするため、許容される限りの手段と影響力を行使して、治安の維持に努めることをここに訳する。上記目的を念頭に、この会議の参加者一同は、国際社会に対し、保安部門及び、 国軍の創設について、アフガンの新政府当局を支援することをここに要請する。アフガン独自の保安部門及び国軍の確立には相当な時間がかかることを想定し、この会議の参加者一同は国連の安全保障理事会に対し、国連受験のある部隊の早期派遣を求める。この部隊はカブール並びにその周辺地域における治安維持支援の任に当たるものとする。 同部隊は適当であると判断される場合は必要に応じて他の都市部及び地域へと展開することが可能であるとする。この会議の参加者一同は国連受験の部隊が展開されるカブールその他都市部及びその他地域から各々の軍隊を撤退されることを約する。またこの部隊はアフガニスタンの国内インフラの復興を支援する能力を有するものであることが望まれる。 国際治安支援部隊は、アフガニスタン政府、国連アフガニスタン支援ミッション及び、非政府組織と連絡及び協力することにより、各機関と連携してその任務を果たす。イサフの任務は、アフガニスタン当局者及び、特に人道、復興分野に従事する、国連要員その他国際文民要員等が、安全な環境で活動できるよう、 アフガニスタン国内の治安維持について、同国政府を支援することである。具体的には、パトロール等の治安維持活動や、国軍、警察等の治安部隊の訓練、民軍協力プロジェクトの調整、アフガニスタン政府の治安分野改革の支援などを実施することである。設立当初、イサフは、またに基づき、アフガニスタンのカブール及び、 近郊のバグラム空軍基地を含む AOR の治安維持を支援することを目的として各国軍から構成される多国籍軍が半年の活動期間を与えられていた。しかし、後続の決議、アフガニスタン政府の要請、そして NATO による政治決定を受けてイサフの活動範囲は徐々に拡大されていった。国際治安支援部隊の活動は6つの柱から構成されている。 アフガン国家治安部門と連携した治安維持支援、アンスフ及びアフガン国家警察の開発及び育成の支援復興ニーズの調査支援非合法武装集団の解体支援麻薬対策支援人道支援サポート2009年10月現在、アフガン国軍を含むアフガン国家治安部門の育成任務にあたり、特に ANA 育成についてイサフは以下の実績を残している。 イサフとの共同作戦時の先導率62%、兵力93,980人部隊、部隊本部 X5 首都防衛部隊 X1、空挺部隊 X1 イサフの要因、支援要因、及び関連する連絡要因はすべて、アフガニスタン暫定政府と結ばれる、軍事技術協定に基づき以下の特権免除を付与される。1946年2月13日の、 国際連合の特権及び免除に関する条約における国際連合のための任務を行う専門家に関する条項の変更すべきところを変更した規定の適用個人逮捕及び拘束の免除誤って逮捕もしくは拘束された場合速やかにイサフ当局に引き渡されなければならないアフガニスタン領内における 各部隊提供国要員による、あらゆる刑事犯罪もしくは軍機違反行為に関する、当該要員所属国の専属管轄権の行使。この際、アフガニスタン暫定政府はこれら管轄権の行使に、あたり部隊提供国を支援しなければならない。部隊提供国の承諾なき、あらゆる国際法廷、機構もしくは国家に対する引き渡しもしくは身柄の拘束の免除。 国際治安支援部隊は陸、空の二つの側面から活動を展開する。それぞれが本部や方面軍を持ち、その作戦運用面でのすべてを統括するのがカブールの司令部で、カブールの司令部は、ナト欧州連合軍最高司令部に、その司令部を置く作戦連合軍の司令を受ける。イサフの場合は、オランダのブルンツム連合統合軍司令部が、その指揮を取る。 イサフの組織構成は次の通り。欧州連合軍最高司令部ブルンス、無連合統合軍司令部カブール司令部当初は、指揮国が半年交代であり、イギリス、トルコ、ドイツの順に指揮を取った。しかし、指揮国の負担が大きかったため、2003年8月9日より、ナトーが指揮を取ることとなった。これは、NATO としての初の北米、欧州以外への生きがい派遣となる。 2009年10月現在、国際治安支援部隊には、欧州連合を中心に、計43カ国から約7万1030名が参加している。2002年1月10日以降、イサフ参加国は相互に MOU を締結することにより、イサフへの参加を公式なものとしている。前室のイサフ公式サイトの発表に基づくイサフの参加国構成は次の通り。主な出展。 ナト o 広報、センターファクトシート2009年5月現在、政府は2007年1月の安倍、新蔵内閣総理大臣の北、大西洋理事会での演説以降、アフガニスタンでイサフを展開するナト o に対し財政、支援を行っており、ナト o イサフ側は広報センターを通じて、この事実をファクトシートの形で公表している。日本の対ナトウ協力の変遷は次の通り、 NATO のアフガニスタンでの活動に対する日本の財政支援は政府の草の根無償資金協力スキームの範囲内で行われている。2008年10月2日、現在日本政府はギャグップの方針に従い29のプロジェクト支援を実施しておりその総額は約260万ドルに及んでいる。NATO によれば政府はさらに39のプロジェクトへの 追加資金協力を検討している。2003年11月以降、NATO はアフガニスタンにおける政治、軍事上の目的遂行のために、連合の政治部門の代表として上級文民代表を派遣している。上級文民代表は、欧州連合、アフガニスタン政府、国連アフガニスタン支援ミッション、市民社会組織、国際社会及び近隣諸国との連絡調整役を担う。 国際治安支援部隊は当初、有志国が参加する有志国連合軍であった。2003年8月11日にイサフの全指揮権が NATO に移るまでイサフの指揮は参加国の司令官が持ち回りで取った。現在、イサフの指揮権は10回目のラウンドを終え、アメリカ合衆国に移っている。米国がイサフの指揮権を持つのは、これが初めて。 2014年12月28日、カブールにて国際治安支援部隊の任務終了を記念する式典が行われ、アフガニスタン治安部隊への権限の移譲が完了した。2001年から2014年までの13年間で部隊要員約3500人が犠牲になった部隊の展開は2015年より NATO による訓練及び支援任務に移行した。参考文献客中。 ありがとうございます。